チュース、おはようございます。今日は、風が強いな。いい感じに育っておりますよ。おはようございます。おはようございます。お世話になります。リバティポートジャパンの賀来さん、はい、社長の息子やね。はい、よろしくお願いします。はかるぞーを今年も設置、していただきます。これ提供という形で社長になんかこう来ていただいて、おかげさまで去年はいい成績が取れましたのでありがとうございます。今回ちょっと変わった装置がつきますので、ちょっと紹介していきたいと思います。去年とちょっと違う、社長に無理言ってつけてくれと言ったらもちろんですよと。それは何？これが EC です。あ、EC を測るんだ。はい、去年はつけてなかったもんね。去年は PF、はい、水分計をつけてもらっとって、今年はどっちがいいですかということで、ちょっと EC の方をですねつけていただくことになりました。これでちょっと変化を見ながら非売管理をやっていきたいと思います。土に刺すのです ね。でこれが EC、 これがこれがコキです。コキ、普通温度とかね、はい。これがおやき、おやき、おやきって何なの？おやきはただこう、コキのデータを収集して、それを携帯に飛ばすっていうのがこれやね。これが温度とか湿度とか測るやつがこれやね。ですね。はい。OK です。去年も YouTube に載せて、はい、結構あの問い合わせが来たん。来ましたね。うん。びっくりしました。儲かっとですね。社長、社長っていくつなの？今43とかそのぐらいですかね。多分今年44かな。いや、この間来て、あの去年ほら会社に来てくれたやろ、はい、いや若い従業員さんが来てくれてですね、したら、いやあれ息子なんですよって。そんな大きい息子さんがいるんだって。で、賀来さんはいくつですか、息子さんは？私は今年で20歳です。あ、今年20歳。はい、若いな。ちょっと仲良くしとこう。儲かっとっけね。でも聞いた話だによると、俺この施設園芸とか、そのだけかなって思ったら、畜産とかにもなんか結構いい反響があるあるって聞いたけど、その結構養鶏で入りました。養鶏とかその温度とかやっぱ湿度とかですね。なんかそのデータとして残すみたいな。はい。ここら辺も畜産農家が多いけん。あ、そうなんですか。うん。まあ、これ見て、まあ、他と差をつけたい方はね、いやものすごくそうデータとして残る気、携帯に飛んでくるしね、いいと思う。おう、このランプが光ったら、うんうんうん、とりあえずおやきも、もう飛ぶの？はい。いや、まだ。まだ？とりあえずおやきを。それは地温？いや、アースボウ。あ、アースか。はい。それはアースか。しましょう。どこでもその竹の下がいいかな、竹の横がいいかな。うん、会社自体は大分県、はい、大分市内か。いや、由布市っていうところです。由布？あ、由布。はい。由布なの？はい。ここからじゃあ1時間半ぐらい。半ぐらいか。はい。実際いちごも栽培してるんよね。ね、農家さんなんね。はい。でこんな装置を開発するけん、すごいよね。EC。EC ですね。測定。これちょっと今年ものすごく楽しみやね。お。ファンが回りだしたね。うん。EC の測定器、はい、はい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 、これを、水チューブの下に、真下に、真下に、はい、下に、俺入れようか。あ、はい、あ、一
回ビニール剥いでもらって、はい、あ、剥いで、そ、剥いでからね、はい、はい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 、ちょっと待って、どうしようかな、自分そっち行きます。あ、ちょ、いい、これ取って、これ取り寄ってこれ取り寄って中から、あ、中からね、はい、下にこっちから入れるか、こっちからでもいいか、はい、完成チューブの真下がいい、真下を、真下ですね、で、あの白いやつが埋まるぐらいですね、埋まる、上が全部埋まってしまうぐらい、はい、で取ってもいいの、で取ったらいいか、で、かぶせる、まあ、かぶせるぐらい、かぶせるぐらい、軽くかぶせるぐらい、上に手でかぶせていい、はい、軽くかぶせる、オッケー、よしよし、オッケーです、オッケー、よいしょ、これ下につけたのは CO2 ですね、 CO2 入ってます、こ、うん、れ、あれ、あ、それね、あ、刺せばいいのね、はい、うん、刺しとけばいいね、はい、はい、OK です、はい、ありがとうございました、あとはアカウントを、はい、そうですね、これ裏に、これね、はい、これをアカウントを取って携帯に飛ばすようにすれば、はい、携帯で見れるということ、はい、はい、OK です、はい、また今年もこれでちょっと短周を取りたいと思います、はい、はい、お願いします、ありがとうございます、お世話になりました、え、去年一緒に来た子は授業に、いや、やめた、その時だけお願いした感じです、ね、はい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 、もう高校卒業してもう家業に継いだみたいな感じ、そりゃそうよね、もう、はい、すいません汚い手で頂戴します、なら、あの、いい結果を出させてもらいますので、はい、頑張ってください、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあどうぞ次那須の丘に行くんやね、はい、はい、気をつけて、はい、はい、どうもどうも、社長によろしく、はい、お伝えください、はい、どうも、はい、お疲れです、どうも、お世話になりました、リバーティーポートジャパン、株式会社、拡散、今年もですね、今年はですね、提供という形で、お話がありまして、ぜひつけてくださいということで、去年もですね、おかげでいい、結果が出ましたので、今年も携帯でですね、データを見ながら、やっていきたいと思います、はい、それでは気になる方は問い合わせ、電話番号など、はい、変えておきますので、問い合わせてみてください、はい、はかるぞーでした、農業団地チャンネル登録ありがとうございます、お願いします、ありがとうございます、トマトもうまいよいただきました、よし。